どうも、YouTube オタクの両日記です。今回ですけども、第5回ブレイキングダウンオーディション最終章で、彗星のごとく現れ、ドラゴンを倒しに来た。と豪語し、一人のモンスターハンターが乱入したかと思いきや、見事な KO を披露し、話題となった、ハイメことハイメニキについて解説していきたいと思います。まあ、今回ね、我らが十人力の方からリクエストいただきまして、イエスありきということで、早速やっていきましょう。ブレイキングダウン。早速、ハイメ選手の正体ですが、これメンテナンス日記ですね。これどういうことかというと、実はハイメ選手は、YouTuber のラファエルのチャンネルに出演していたことがあり、2000万の美容機器を紹介する動画だったのですが、その機械のメンテナンス日記として登場してるんですよね。で、インスタのプロフィールにはエンジニアと書いてあり、まあ、総括すると機械日記ということですね。確かに喋り口調も AI を意識されていましたね。人の痛みはよくわかる。てか結局出場を決定してたんですね。ちょっとこれ知らなかったです。そして彼の格闘技経験なんですが、キックと MMA を少々とおっしゃっていましたが、実は野蛮一族というマジ強そうな地下格闘技団体に所属していたことがあり、2012年バーサーカー旗揚げ戦出場、2013年キックガッツ出場というような経歴があり、朝倉未来と戦ったブラックコンバ選手とも戦ったことがあるようです。で、ハイメ選手は20代の頃は刑務所で過ごされたというふうにおっしゃっていましたが、実はその野蛮一族の代表の方がハイメ選手と同じタイミングで逮捕されており、ハイメ選手はその代表の方の社員だったということで、一緒に詐欺に協力してしまって20代の半分、いやほとんどになってしまったというわけですね。いかがだったでしょうか。ハイメ選手にはあの活躍ぶりを買われ、早速スポンサーもつき、舞台裏のユッキーナ選手はハイメ選手にメロメロだったので、これは最高マットなしということで、この動画が良かったという方がぜひぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。